はい、どうもカットちゃんです。はい、今日はポスティングと挨拶運と両方やっていきます。いやでもね、午前中ちょっとポスティングして、昼から挨拶運動して、でこれからまたポスティングを行いますけど、なんか雨がポツポツ降る予定なんで、雨が降るまでちょっとポスティングやりたいと思います。スタート。片手しか使えないから、こうやってカバンの中にたっぷり入れて、1枚ずつ取ってポスティング入れます。加藤のノルマ500枚、東川口3丁目でございます。こういう感じでこう取って、こうポスターみたいな、やるか。今日は何歩歩くんでしょうね。楽しまなくっちゃね、やっぱりやるんだって楽しくやらなくっちゃね。楽しみ。さてと、さてと、おお、こっちだ、こっちこっち。こういう集合住宅がね、ボーナスステージなんだよ。楽だもん、だってよいしょ。肩巻きだからこうやって開けて、こう入れないといけないんですよね。これが肩巻きのちょっと辛いとこですよね。ほんと肩巻きでもポスティングはできる。おぉ、このパターンね。もう最近いろんなポスト、でもポスティングし始めて、いろんなポストがあるのよ。昔のイメージしかないからさ、僕ポストって一種類しかない、あの赤いやつ。だから最初ポスティングやり始めた時って、これどうやって切るんで、どうやって切るみたいな。こういうやつね、開けて中にもあるみたいなやつ、あれが結構ね難易度高いんですよね、肩巻きには。あ、超いいじゃんここ、超ボーナスステージだ。そう考えたかっちゃん、あ、このキラキラだとまた夢見くんですよね。ポストといえばこれでしょ、こんな赤いやつ。うちにも使ってた昔、今は違うけど、こういうのマジ最高よな、ほんと中に入らなくていいの最高。この家はこの奥まで行かなくちゃいけないパターン。ないね、ポストが奥だね。パス、マジ最高、ほんと。あ、売り物件じゃ。あ、これ、どこか、ここか。やめー、めいた。もう最高じゃん、こういうの。もう、空いてるのって。超楽。神業じゃねえか。あ、雨降り出してきた。もうついでにやっちゃう。これもうやってないかな、この川口小保育所って。これ多分懐かしいっていうか、僕はあの、野上保育所にいたんですけど、まさにこんな感じの作りなんですよね。あ、残ってたんだ、こういうの。僕の通ってた草戸保育所も建て直されたんで、もう全然近代的なんですけど、いやちょっと懐かしいなと思って動画撮ってます。ほんまこんな感じ。
いいね。今日はいろんな人をポスティングしてるね。ポスティング。これちょっと美味しいけ上上がろう。4件あるから。でもうこっち変なトモ行きますせよいしょよいしょ、あ、カバンが落ちる、階段降りるときって斜めで降りる普通こうよな階段って僕は斜めに乗れるあ、ちょっと、あ、落ちた、フック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 、ショルダーパッドが、あ、もう少なくあとこんだけ、車のとこ借りながらちょっと戻ろう、これがいいや、いい流れじゃん、ボーナスステージが、ボーナスステージしてくれようかな、じゃあということで上に上がりません、上がらんのかいって、なに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 、ここもちょっとボーナスステージじゃん、それなりに両サイドいいじゃんいいじゃん、終わるんじゃないこれで、ふぅ、どんだけで入れるんだ、ああ、一箇所空き家や、硬いんやな、こういうなんかあのはにかりがついやつは厳しい、いや500部あったのが、はあ、頑張ったな、カトちゃんも。よしよし、帰ろうか。ああ、あそこにボーナスステージ見っけ。じゃあもうボーナスステージで終わらせようか。2時43分か。2時43分。12時から始め。12時過ぎからちょっと始めたから。約3時間。で、午前中が2時間。5時間だ、今日。ボーナスステージじゃなかった、ここ。え、どうなってんの？ああ、でもボーナスステージじゃないじゃん、全然。こういうとこって、集合の、あとなんだろうな。あ、違う違う、あっち側にあるんだ。こっちじゃないんだ。あと、1、2、3、4枚。ラスト1枚。1枚1枚。はい、500枚。配りを英語にしたら約5時間。肩まひでもね、500部できるんですよ。疲れた。とにかく車に戻ります。どうもお疲れ様でございました。マジ疲れた。疲れた。午前200配って、午後300配ったっていう感じですね。約5時間。で、19,753 歩だったんで、だいたい今日朝基本動いてないんで、実質のポスティングした歩数だと思います。いやー、ほんま、19,753 歩だから、多分今日1日通したら2万歩行きますね。いや、多分、基本、あとスーパーによって、ガソリン買って、僕のガソリンですよ。今日まだ朝とお昼食べてないんでね、今何時だ、何時かな、3時なんで、3時4分、15時3、4分なんで、もう朝昼晩兼ねて
ちょっと食べて明日に備えます。いやー、だから肩まひでもポスティングはできる、まあね、やり方ってありますよ。あのね、真面目にね、一件ずつね配っちゃダメですよ。はっきり本当はご丁寧に配ればいいんでしょうけどね、やっぱりさ、あれじゃないですか、足場の悪いとことか、もう奥に入っちゃなくていけないとか、もう効率悪い、やっぱボーナスステージ集合住宅とか、ああいうのがあっていいよね。うん、実際東川口3丁目ってももらってますけど、そこの全個数のチラシをもらってるわけじゃないんですよ。だって実際空き家だったりかもしれないですよ。だから大まかな、例えば500、そこの東川口3丁目が600世帯あるとするじゃないですか。そしたら今回見て500部数ね、もらって。大体その、やっぱいないとことか、そういうのもあったりするんでね。そう考えたらね、だからね、配りやすいとこね、配ればいいと思いますよ。肩まひの人はね。疲れた。しかし、ということで、再度言います。肩まひでも、ポスティングは、以上、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。